ってんな。あのでも気をつけてください、本当に投げない時ありますから、ね、それはないよ、それはやられたくない。おい、ちなみに野球以外の趣味とかあります？ランニングとか、ああゴルフとか料理とかかな。料理も？料理も。ランニング毎日やる系の人ですか？ほぼ毎日。あ、ストイックな人だ。なんかね、繰り返して物事やるのが好きで。なるほど。そう、じゃああれだ、素振りも。素振り毎日してるよ。ほら、もう危ねえ。素振り毎日してる人が上手いに決まってるもん。だって。はい、待ち。今のね、ちょうどセンターにちゃんと行くあれですね。抜ければね。ええ。料理は？料理もほぼ自炊するよ。あ、それ昔からですか？うん、そう。でもあれでしょ、やっぱモテたいからでしょ？そう。そうね。でもそんな小平君にね、料理なんか作ってもらったらね、なんか。何？いや、ご飯にふりかけでも喜ぶわと思って。それ料理じゃない。あ、そっか。いや、でもね、料理は楽しいな。得意料理は？得意料理、でもね、得意料理は得意じゃないんだけど、うん、あるものでだいたい作れる。あ、待って、それほらいい女の条件の一つみたいな感じじゃないですか。もうね、そうだね、だから女の子は多分俺と付き合ったら、ね、料理しなくなるんじゃない。確かに。うん、好きな食材で買ってきて、これ小平くん作ってみたいなね。そうだね。逆にさ、はい、料理とかする？俺ね、これ多分炒め物作らせたらまあまあ上位ランカーだ。炒め物は誰でもできる。違う違う違う、その誰でもできる炒め物の中でトップランカーです。あ、でも炒め物ってさ、本当は下手なやつだとベチャってなるもんね。そうでね、終わったの。しかも最後ね、入らなかった、なかなか。いや、難しい。でもギリ行きましたね。そう、センター返しを心がけてたんだけど、いや、こいつ強いっすね。こいつ強い。うん、上野、名前変えてもらう、上野に。そうだよ、でもさ、いいね、なんかそういう話もしながらバッティングセンターって新しいね。新しい、ないっすよ。一人で普段黙々とやってるから。そうですよ、普通黙々とやんなきゃいけないって、この距離難しいですね、これ。そう。ね。何？これね、なんかゆっくり話したいですね、でもね。ね、話そうよ。ちょっとじゃあ休憩しましょう。ね、休憩しよう。休憩しましょう。いや、楽しかったな。みんな、浩平くんのバッティング見たかい？やっぱうめえぜ。ちょっと今から浩平くんのいろんな話聞いてきます。なんか一応番組っぽい。番組っぽくね。僕声かけて。はい。ちょっとやりましたね、野球ね。やったね。なかなかでした、上野さんは。上野さんじゃないんだけど。違うか、そうか。まあ、未だに構えてるからね。いつ来るか分かんない。もう、まあ、俺ですね。完全に、後頭部狙ってるよ、あいつは。いや、ほんと。ちょっと気をつけよう。気をつけない。まあ、やっぱ浩平くんにいろいろ俺も聞きたいなと。あ、ぜひぜひ。そう。で、まあ、野球ね。今やってるじゃないですか。だから、オフの日は、何してんのかな。ああ、オフの日はね、基本的には俺結構トレーニングするのが好きだから、あの、だいたい朝起きてランニングする。朝起きてランニングするタイプですか？筋トレしてランニング。ストイックだよ。で、やっぱりオフの日でもその何かやってないと、うん、仕事に対する何かに向き合ってないとやっぱ不安になるから。あ、すげえわかる。それをこう解消するために、例えばじゃあ筋トレして、うん、ランニングして、で、ライフを見るとか、あとはニュース見て、どういうことが危険であったのか、とか、バッチャっていうのを見て、スポーツニュースを見て、で、一日なるほどね、だからあれですよね、その本当に休むって言っても、これやったから今日休んでいいでしょっていうふうにしないと怖いってことですよね。そうそう、めっちゃわかる、めっちゃわかる。あ、だからそれをやって、あとは朝起きたら、今優香っていうから、犬の、例えばおしっこシートから水変えて、はいはい、そうね、そう、それをやってちゃんと綺麗にしたりとか、はいはい、あのね、浩平くんの僕よく見てるんですわ、インスタグラムを。死ぬほどワンちゃんの時に犬か。ね、なんだろうな、もう多分犬の仕事狙ってんじゃねえかって言われるぐらい。狙ってるでしょ。やってる。もう本当ね、やっぱり命をそういう風に使うなって言う人いるかもしれないけど、うん、い狙ってるもん。狙ってるよ。全くない。そうですね。もう犬自身も、うん、多分狙ってる。狙ってる。あの子も狙ってる。狙ってる。あれ、名前なんて言うんですか？キビ。キビ。そう。あのね、沖縄出身なの。うん。あ、サトウキビ。サトウキビのキビちゃん。で、もう一人最近入った。白いポメラニアン。なんて言うんですか？コロ。コロ。衣みたいな、パン粉みたいな色があって。え、そっからコロっすか？そう。で、あと俺が小さい時に、うん、父親に、うん、コロッケが好きだったかなんかで、コロスケって呼ばれてたの、キャラクターで、はいはい、で、それでちょっと2代目コロ、2代目コロ、襲名ですね。襲名しました。で、まあ2匹飼ってるから、はい、楽しいし、うん、で、なんか
キミの方は俺と一緒に寝るのよ。ああ。そう。はいはいはい、で朝だいたい8時半だとまで 寝れる日は、うん、ご飯ペロペロしてご飯 だよって言って起こしてくる。え、待って、小平くん基本じゃあ8時半までには起きてる。基本起きてる。朝午前中のうちにトレーニングとかして、それでやっと一日。うーわ、もうすっげえ。遊べます。もうなんかこの、ミュージシャン代表って言ったら俺ミュージシャンに怒られちゃうかもしれないですけど、あのね、音楽やってる人って、逆に朝6時ぐらいまで起きてる人ばっかなんですよ。そうか、そうか。ね、なんかだから僕が音源作るんで、例えばじゃあ、もう夜中の3時ぐらいに音源作って送るでしょ、そしたら2分で帰ってくるんです。すごっ。逆に。そうなんだ。でも、朝9時10時に連絡しても、夜中まで返事来なかった。まあね。そう。意外と夜の方がさ、なんか、創作意欲ね。そう、湧いちゃうなと思ったんだけど。でも俳優さんは朝早いですからね。そうそうそう。まあね、だからそういうリズムになってるからっていうのもあるし、うん、だから休みの日もそういうリズムにして。偉いなぁ。やっぱ一日をさ、こう、充実させるために、先にそういうことをやって、で、まあ日、朝は、だから朝ご飯とかは、だいたい俺は、青汁と、うっそ、あと、ね、サプリメントを何種類か取って、うん、で、終わり。もうストイッカー公平ですね。あんまり言うことないから、こういうこと。はいはい、だからなるべく今日は言わせてもらうと。ねえ、あれ、いや、なんか正直、そういうイメージはなかったかも、俺。本当。なんかね、あの、めちゃめちゃ俺の勝手なイメージは、優しいし、とにかく優しくて。だってほら、ミナミとピュアボーイズとかやってでしょ、うん、そう。だからなんかその浩平君とか見てたからなんかその家庭的なイメージが意外となかったんですよね。あ、本当、うん、家庭的だったり規則正しいみたいなイメージがない。でも昔は確かにもうむちゃくちゃ飲んで、うん、遊んでたりしたけど、うん、まあ遊ぶって言っても俺は結局さ野球とかやってるとさ男だけだよ。そうですね、そうなんですよね。そう、男だけでもうめちゃくちゃ飲んで、うん、はいはい、明日早いどうしようと思いながらもう一杯もう一杯やっちゃうんでね。そうそう、まあそれはたまにあるけど、うん、